ってから巻くと、そうですね、ああこういう違いなんだ。でも全然滑らかですね。あんまりちょっとイメージと比べちゃうとやっぱり。でもここら辺のデザインとか全部似たような感じだし、このラインスタッパに変えていきたいなと思ってます。あ、そっか、値段と重さはもうほとんど変わらなくなってきちゃったんで。そうですね。あとはここのギアの精度だったりとか、あとローダーの材料だったりとか、軽さだったりのところですね。このカルディアとフリームズだとどこで違い判断していけばいいんですかね。まあ、大まかでいくと、カルディアはザイオンっていうザイオン素材、素材で、はい、フリームズがカーボンコンポジット、弊社の DS5 って言い方をしてるんですけど、はい、カーボンが入っている、まあ、樹脂ですね、はい、ザイオンも大まかに言うとその括りには入るんですけど、はい、その中でもより高強度なカーボンの材料が多いというようなイメージで持っていただければいいんですけど、より強い材料を使っているのは材料。まあ、こっちも軽いから、ギアの巻き心地に関してはこれとこれだとそんなに変わらない。そんなに遜色はないと思います、ね。ああ、じゃあボディの重さ。そうですね。あとギアの材質が若干違うところがありますけど。若干違う。巻き心地としてというところでは。全然。思ったよりカルディアの時点でこれで大満足だよなって感じもあるし、僕の時は普段使う分にはもうフリームスで十分かなっていう。散々今イグジフトを眠ってきて、最初この一回し目は親って思ったけど、今しばらくクリクリやってたらもう全然馴染んできちゃったなって。まあどっちかというとあっちがすごいすごい滑らかで軽くてっていうところなので、もうこれは十分軽くて滑らかで、もう 190g なんですもんね。そうですね。まあ、5月発売ですけど、こっちはあのシャロースプーンの置いて巻き量値が185、はい、これは古い、ね、古いタイプですね。ここであこの感じですね。エクスファイヤーの古いやつとか使ってるんですけど、そんな感じの滑らかなんだけど、ちょっとフニ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 っていう感触があるんだけど、こっちは明るカルディア LT2500、 22,500円でもう 185g とかなんですね、今時代は。どん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 軽くなって LT コンセプトを元に。そっか、ボディの材質の違いとあと値段の内容でどっちにするか。あ、巻き感も違う。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。